ハウディ、ジェスアセラです。VR でございます。東京ディズニーシー、クリスマスの東京ディズニーシー、2017のクリスマスですね。VR で撮影していきましょう。4K 動画の VR 撮影になってございます。なので PC、パソコンでご覧の方は画質を 4K まで上げるといい感じのものになってんじゃねえかなと思われます。スマートフォンの方はね、なかなか 4K 再生できるスマートフォンなんてもなかなかないと思うけど、まあ再生できる方は 4K でお願いしますね。2017、クリスマスウィッシュ、囲いが絵になってる。なんかあれだな、微妙だな。クリスマスウィッシュウィッシュ、上の飾りはいい感じだね。こういろいろ見渡してくださいね。ディズニーランド、ディズニーリゾート、ディズニーリゾートはクリスマスに本気出すってイメージが俺の中ではあるんだよね。そうだな、俺的にはいつもトランジットの方に行ってしまうけど、今日はちょっとゴンドラの方から回ってみようかなね。どうしてもね、古巣に戻ってしまう癖がある。まあまあ致し方ないと思ってくださいな、そういう人ですから。ああ、ゴンドラゴンドラ、クリスマスのゴンドラね。ベネチアンゴンドラの乗り場知らない人って結構いるのかな。この通りを知らない人も結構いるかもしれない。だって今日土曜日曜だぜ、12月24日だぜ。こんなにこの通り人いない。人いなさすぎでしょこの通り。ちょっとこんなに、本当に今日は12月24日ですか。ってぐらい人いない。ほらすげえ人いない、なんだこれ。いやゴンドラには人いるんだけど、嘘だ、空いてる、空いてるわけではない。わからん、読めない。ただまあゴンドラは大人気でございます。アップしたのは読めんな。この辺は完全に休憩所といった様相。まあまあ言うてアトラクションここゴンドラしかないからね。いやゴンドラしかないからねっていうのもおかしい。ゴンドラいいアトラクションですよ。あ、トイレが混んでるのか、爆裂してる。女の子は大変だよね、女子トイレすげえ混むもんな。ショースタンバイでゴンドラ停止か、そんな感じだね。BB の抽選はどうしようかな、いいかな、別にいいかな今日は。ほんと今日はね、何もやる気がない。などと言いつつも、実はいい感じに空いてる、人埋め尽くされてない、思いのほか空いてるイメージ、もっと人が埋め尽くされてもいいような感じなんだろうな。いや思ったよりこれは空いてるか。とりあえずそうだね、メディテレーニアンハーバーを一周してみましょう。はい、電池残量の続く限りこれ回し続けてディズニーシーをぐるぐる歩いて回るので、まあ、各テーマポートごとに切るつもりではあるけど、そうね、まあ、今日はメディテレーニアンハーバーで、明日の動画でまたなんか違うポートのクリスマスの様子 VR で
間お届けしていくということになるのかな。こんな感じです。さあポンテベッキオに来ましたよ。どうしよう、ポンテベッキオせっかくだからこっち行っちゃう。マジもったいないですよ。もったいないでね。やっぱ VR でねこういうとこを見ておくとね来た感がすげー出てくると思うんです。超個人的意見だけどね。ソアリンががっつり組まれてるな。クレーンががっつり見えちゃってるけど楽しみだねソアリンね。日本ローカライズどんな感じになるのか。アメリカで乗ってないからな。上海でしか乗ったことないからな。あれだな、このポンテベッキオ周辺この辺クリスマス感はあんまねえな。なんだろうな。どうしよう、フォートレス行ってみようか。よし、せっかくだ。フォートレスエクスプロレーション行ってみましょう。意外とみんなね、ここスルーしがちなんじゃないかなって気がするんだよね。壁のディティールにこだわりを感じる。さあディズニーシーでほぼ唯一と言っていい両替機があると。なんで両替機必要なのっていうとね、これラジコンで遊べるんですよ。ラジコンでここに100円お金入れて船をラジコン操作、リモート操作できるんです。なんで100円が必要なんですね。だからこういう位置、ここに両替機がある。あそこ以外両替機なんて必要ないからね、ディズニーシーは。ね。ガリオン戦か、はあ、ガリオン戦の中はいいかな。ここいつも水が出てるとこなんだけどさ、すげえよな、冬でも水出してるもんな。まあ夏とは量がおそらく違うんでしょうけど、すげえなって俺いつも思うわ。ここで遊ぶ人頑張るな。いや子供か、すげえなって思うね。
少年の心を、ね、少年スイッチをオンにしろみたいなことですかね。ガリオン船ばかりが注目されますが、この船も意外とね入れないんだけど、俺現役の頃割とこれ怖かったでしたね。風に流されるとね、こいつが接近、こいつに接近しちゃうんだよ船ね。さて行きましょう行きましょう。皆さんはね、あんまりディズニーシー来れない皆さんはこんなにゆっくりね回ったことないんじゃないかなっていう人が結構多いんではなかろうかと思いますよ。うん、はいはいはい、へいへいへいと。やっぱこの景色だね、この景色が俺は好きだね。カルデラから出てくるこの景色大好きです。はい、まあ、とりあえずそんな感じでメディテレーニアンハーバー、ザンビの方とか行ってないけど、ごめんなさい、こんな感じで終わらせてくださいなね。次はここ、この先ミステリアスアイランドです。はい、じゃあまあとりあえず今日の動画はここまでです。お相手は私ジェスターセラでございました。また次の動画でね、次の VR は、この後ろミステリアスアイランドでございます。ここでお会いいたしましょう。さよなら。